ガエターのサビ、ガエターのサビは、イタリアの植物学者である、ピサ大学植物園長などを務めた、フィレンツェで生まれた。フィレンツェで文学を学んだ後、トスカーナ大公フェルディナンド三世の奨学金を得て、ピサ大学で、ジョルジョ・サンティア・ジョバンニ・トッツェッティの下で、自然科学を学んだ。百九十五年に、医師の資格を得るが、科学や物理、博物学の研究を続け、 1801年からピサ大学で実験物理を教え始め、実験室の時代遅れの設備を刷新した。1809年に植物学の教授に任じられ、1814年にピサ大学植物園の園長となった。植物園長の時代にオーストリアが派遣したブラジルの博物学的探検に参加した古い友人ジュゼッペ・ラッティが集めた。 ブラジルやエジプトの植物標本を購入した。1816年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。1839年にピサで最初に開かれた科学会議の生物学的部門の議長を務めた。著書にピサの植物、トスカーナの樹木の研究、エトルリアの植物、イタリアの植物などがある。息子のパオロサビは鳥類学者、 博物学者になり、もう一人の息子、ピエトロサビは、植物学者となり、ピサ大学植物園園長の仕事を継いだ。サビーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ガエターのサビを示すのに使われる。ありがとうございます。